はいどうもこんにちは、フィギュア大好きと一貫です。今回は新作フィギュア情報でございまして、で最近僕があまり触れていなかったフェネックスさん、あのフリューさんの最新フィギュア情報が現在かなりやばいことになってまして、でこのようにガンガン出てます。ガンガン、まあ今年はね、あの特に2月頃からあの中国の工場とかでの問題でなかなかね新作フィギュアが出しにくい状況になってると思うんですけど、このフェネックスさんはそんなのどこ吹く風と新作フィギュアをどしどしと出されております。でまずはですね、これから行きましょう。一番お高いやつ、オーバーロードのアルベドがなんと日本人形になりました。おぎゃーといやー、あのアルベドの赤ちゃんプレイもなかなか良かったんですが、今回は日本人形です。実はこの日本人形、単なる和服姿のフィギュアではございません。これはですね、顔が命の義徳でおなじみの本物の日本人形を作られている義徳さんとのコラボ企画で、これまでにもいくつか出されております。で、最初に出たのがこのリゼロのレム。懐かしいですよね、これも。で、その後もこの SAO のアスナだったり、こちらがデートアライブの時崎くるみだったりと、で最近だとこの木本桜も出てますよね。でこれまではだいたいね、あの15万円前後、あの日本人形なので、まあそれなりに大きくてお高いんですよ。生地も本物の着物に使う生地なんですよ。でそれを4分の1スケールに落とし込んで、で職人さんが丁寧に作っているので、まあこれぐらいですね、お高くなっちゃうんですね。で今回のアルベドさんがなんと税込みの29万7千円です。なんと約30万円いやーびっくりです。あのついこの間ね、胸像フィギュア、あの1分の1スケールの胸像フィギュア、あれが66万円するっていうんで、まあ驚いていたんですが、これもすごいですね。だからこれアルベド推し、アルベドが好きで好きでたまらないという方、これ両方買うとなると100万円近くなるわけでしょすごいっすね。たまったもんじゃないっすよねこれはいやーでもね、いらっしゃるんでしょうね、両方買う人も。まあでも趣味でスポーツカーを買う人とかに比べればまだまだ可愛い方ですよねまあそう言ってね、自分をごまかすんですよで話を戻して、この日本人形なんで今回はいつもの倍近い金額になったかと言いますと、まずやはりこの大きな羽でしょうね。アルベドの黒い羽、しかも当たり前ですけどこれが2枚ありますから、でこれ4分の1スケールなので、なのでまあその型枠代もそうですし、原材料費もねかなりかかるんじゃないでしょうかね。でさらにただでさえいつもよりでかいのに、今回はポージングも凝っているんですよ。ちょっとこう扇子を持ってで舞を舞っているような感じ、まあ、これまでのはただね立っているような造形が多かったんですが、今回は踊っている感じなんですよ。でさらによく見てみますと、この帯の結び目、僕もね和服には詳しくないんですけど、ちょっとこの結び目が凝っているんですよ。なんか花のような、なんでもこれがですねバラなんですって。あのバラ状の帯の結び、そんなね凝った造形になっていたり、でさらにこの振袖、これがねよくわからないんですけど、白地に赤いやつ、こっちがボタンと梅の柄になっていて、でさらにその奥に黒い帯もあるじゃないですか、振袖も。これがどうも羽根ついてるっぽくて、多分そうなんじゃないのかな。でこれがね彼岸花だって。だから両腕と両羽含めて4枚の振り袖があると、なんかそういうことっぽいです。だからこれ普通の人間ではありえないことですよね。いやでもこんなの今までないですよね。あのフィギュアとか関係なしに着物としてこんなのは今までにないですよね。でさらに羽の造形がやばいと、ただでかいだけではなくて、これもなんかこのように踊っているようなあの羽がね、そんな感じで、アルベドよりもでかいんじゃないのって感じで、後ろから見ると髪の毛もやばいと。これ髪の毛まとめているんですよね。あまり見ないですよね、こういうヘアスタイルのアルベドは。いやーこれはね、ちょっとなんだろう、フィギュア史に残るようなそんなすごいフィギュア、もとい日本人形ですよね。まあだからこれ高いけどその価値はありそうですよね、30万円の。
まあこれだけ見ると30万円も安く感じる。あの競争のね66万円はお高く感じるかもだけど、その半分でこの造形ですから、で本物の着物の生地も使ってるし、だから個人的にはねこっちの方がより価値を感じますかね。僕も詳しくはわからないんですけど、有名な日本人形の職人さんが手掛けているようですし、きちんとね着物の生地も京都の友禅工場で染め上げているようです。いやーこれね最初は高えなと思って流し見するつもりでしたけど、いろいろ調べるとこれ欲しくなりましたよマジで。やばいやばい、あのこれはね本当に買っちゃいそうです。でこれがねフェネックスさんの限定販売で9月の28日まで予約を受け付けているそうです。あとだから2ヶ月以上はね悩めるわけですね、うん、いやーやべえこれマジで買っちゃうパターンですよ。いやーちょっとこれはねゆっくりと考えましょう。で予約をすると来年の5月頃に発送される予定です。そしてそんなフェネックスさんからはこちらも出ます。なんとオーバーロードのシズデルタが予約開始となりました。やりました。いやーマジやりましたねこれは。あのこの間僕ね行ったばっかりなんですよ。プレアデスなら次はシズあたりが出るんじゃないのかと。で早すぎます。もう出たのかよと。いやだから最近はですねイベントも少ないから新作情報もあまり情報が入ってこないじゃないですか。なのでわかんないんですよ。でいきなりこうやって出てくるとまあびっくりですね。でもね安心してください。これは一般的な7分の1スケールです。しかも全部プラスチックなので価格も普通、税込みの 25,850 円です。まあまあまあのお値段がしますが、ただご安心ください。これはね一般量販店でも買えますので多少のお値引きはあります。下にリンクは貼っておきますね。でこれあれですね、イラストで見たことがあります。これね僕が一番好きなプレアデスのイラストで、ソーピンさんが描かれたやつです。そうこのイラストでプレアデスを6人出してほしいんだよな。でもこれフェネックスさんだったら出しそうじゃない、マジでなんかありそうですよね。そしたら僕ね買いますよ、全員全部買います。まあ全部出なくても出たやつは買うんですけどね、うん。で画像を見ますと、これはデコマスなので当然なのですが出来は良さそう。地図のクールな雰囲気がしっかりと出てますよね。メイド服でプロテクターなんかがついている感じで、これいいですよね。いやーこれはね僕泣きたくなるくらいに嬉しいです。まあ、アルベドが出るのはね、あの、普通なんですけれども、でも、プレアデスなんて売れるかどうかわからないじゃないですか。なんかね、まあ、失礼なことを言ってますが、でも、それを出してくれるというのがやっぱり嬉しいですよね。あーでこれ逆から見ると結構腰のアーマーとかでかいですね。いやーかっこいいなこれ。あの、自分の好きなキャラだから余計にかっこよく見えますよ。でもね、かっこよさで言ったらやっぱりプレアデスの中ではこのシズが一番ですかね。で、可愛さだとエントマかな。で、これがですね、現在予約受付中でございまして、予約をすると今年の12月です。早いです。12月に私の元に届く予定です。で、次はできたらですね、ユリかソルシャンあたりを出してほしいです。まあ、出なさそうなのから出してほしいかな。うん、よろしくお願いいたします。で、さらにこれ、アニメが大人気だったスパイファミリーから、ロイドとアーニャが揃って予約開始です。なんと、ヨルさんがいないんですけど、まあ、これはね、後から出るんですかね。あの、全国のヨルファンの方が心配してますからね。で、これは今回はセット売りではなくて、別々に買えるそうです。だから、アーニャだけ欲しい人はアーニャだけ、父だけ欲しい人は父だけ、両方欲しい人は両方買うことができます。で、アーニャのスケールが7分の1で、販売価格が税込みの14,300円。で、ロイドの方が同じく7分の1スケールで、価格が17,600円となってます。まあ、元々の身長がだいぶ違うので、アーニャの方がお安いですね。で、父の方はかっこいいスーツ姿。ちょっとね、緑っぽいスーツです。で、右手にはピストルを持っていると、まあ、なかなかね、ジェントルマンのスーツ姿のフィギュアというのも、なかなか新鮮でいいですよね。でも、やはりこれは女子に需要があるのかな。まあでも夜さんが出ればね、3人並べて飾りたくもなりますよね。で、代わってアーニャ。これは例のあの、学校の制服姿ですね。なんか、ゴールドの部分が硬そうに見えるので、甲冑っぽくも見えるんですけれども、でも、いい雰囲気出てますよね。あの、スパイファミリーは特にアーニャが人気で、一番くじのフィギュアなんかでも結構なプレーニーになっているっぽいですよね。なので、そう考えると、この金額でこのクオリティなら、これもやっぱり売れそうですよね。
僕はとりあえずアーニャはネンドロイドだけ予約をしております。でこれはこうやって父と並べて飾ることができるようです。おそらく台座の形状に合わせてはめ合わせているような感じでしょうか。で多分この向かって右奥にヨルさんがこの後並ぶのかな、多分ね。まあ出ないことはないでしょうね、うん。でこれはともにフェネックスさんの限定販売でお値引きはないようです。で受注期間がともに9月の15日までとなっております。で予約をすると父が来年の2月で1月遅れてアーニャが来年の3月に発送される予定です。まあこれはねアーニャを一人ぼっちにさせないというメーカー側の粋な計らいでしょうか。で次です。次はねこれいきましょう。メイドインアビスのナナチがなんと4分の1スケールになってのフィギュア化です。なあということででかいナナチです。ナナチのフィギュアと言いますと、僕も昔にレビューをしているキューズ Q さんのナナチ、あれがね結構大きかったんですよ。ノンスケールだったと思うんですけど、多分元々のナナチが小柄だからノンスケールで大きくしたんじゃないのかなと思うんですが、で今回はね思い切って4分の1にしたと、まあそういう感じだと思います。いやでもねナナチってどのくらいの身長なんですかね、まあ、さっきのアーニャとどっちが背が高いんでしょうか。まあアーニャよりは大きそうですよねナナチが。でこのナナチは結構シンプルで直立系です。まあそれでもねモコモコしてて可愛いんですけれども、で4分の1スケールで高さがね390ミリだって、だから結構ありますね。もともとのナナチが小さいからといってこのフィギュアはね小さくはなさそうです。横幅というか下半身がぽっこりなので結構なボリュームがあると思います。で後ろから見るともっさりしてますよね。すごいですよね。なんか本当にふわふわって感じですよね。で尻尾と耳が生えてて可愛いし、いやーいいですね。これもナナチ推しにはたまらんですね。ただこちらもフェネックスさんでしか買えないようです。販売価格が税込みの84,700円、結構しますね。さっきの日本人形に比べれば全然お安いですけれども、一般的な4分の1スケールフィギュアと比べるとかなりお高いです。なんですかね、やっぱり造形が凝っているからでしょうか。まあ、パーツも多そうだから金型とかもかかっているんでしょうかね。でこちらの受注期間が10月の31日までで、予約をするとこれは長いです。来年の7月に出荷される予定です。まあ、1年間待たされますが気長に待ちましょう。で次はこれいきます。アズレンのロドニーパレスブライトネス。はい、アズレンです。毎度おなじみとなったアズレンです。でこれはね結婚衣装ウェディングドレスです。ただねやはりウェディングドレスになるとお高くなるんですよね。でパレスブライトネス、僕知らないんですけど、聞いたこともないんですけど、これ元々はどこの国の船なんでしょうか。なんかねググって調べても出てこないんですよ。で青い髪の毛で清楚な感じだがね、胸は清楚ではないぞと結構なやんちゃぶりがありそうですかね。まあでもアズレンの中では普通でしょうか。なんかちょっとこうね服が透けて見えそうな感じもするんですが、この胸のあたりが気のせいですかね。いやーでもドレスのスカートの部分のボリュームもすごいですし、これ飾るのも大変そうかな。でも逆にねだから飾り映えはしそうですよね。でこれもフェネックスの完全受注生産でスケールは7分の1でお値段が税込みの 34,100 円です。まあこれも結構いいお値段がします。で受注期間が9月の2日までで、予約をすると来年の3月に出荷される予定です。でまだあります。これです。リゼロのレムのエッグアートバージョン。はい、またまたレムです。まあでも結構久々ですかねレムも。でこれもどこかで見た記憶があるのですが、気のせいでした。これはフェネックスさんのオリジナルのデザインだそうで、エッグアートに腰をかけているレムだそうです。エッグアートって何って感じなんですが、本来は卵の殻を使って装飾を施すクラフトのことを言うらしいのですが、これはその卵の形をした椅子、でかくなった卵の椅子みたいな感じですかね。でもなんか全体的に丸っこく見えるから、レムもねより可愛く見えますね。で足が綺麗レムので、裸足ですね。でワンピース、なんかドレスっぽいものを着ていて、ちょっとこう肩紐がずれてたり、なんかねドレスを着ているけど家でくつろいでいるような、そんな感じにも見えますかね。なんかリラックスしてるような。結構ねこの画像を見るとボディも生々しくていい感じです。顔はどうでしょう。オリジナルのデザインということですが、あーでこれ後ろが綺麗、めっちゃ綺麗じゃんこれ。このドレスのスカートの部分、ここがクリアパーツになっていて、でその透け感がすごいです。めっちゃ綺麗。
なんか渋谷さんのフィギュアを見ているみたい。ただこれ卵の部分もクリアパーツにしたらめちゃくちゃね綺麗になったような気がするんですけど、やはりそれは難しいのかな、あの耐久性とかにね厳しいのかもしれません。いやーでもこれもねよく見ると高そうですよね。でスケールが7分の1で販売価格が税込みの 29,700円です。まあやっぱりねこのエッグ台座がお高そうですかね。でこれも完全受注生産で受注期間が9月の1日までで、予約をすると来年の5月に発送される予定です。はい、でまだまだあるんですけど、ちょっとね長くなってきたのでここらで一旦終了といたします。で今回紹介したフィギュアの予約先はいつものごとく下の説明欄に記載しておきますので、気になった方はそちらからチェックしてみてください。フィギュアは予約して買うのが鉄則です。ではでは。